こんにちは、センス G です。毎週木曜に会えるイベント情報を更新してます。あなたの街でもイベントがあるかもしれません。今日は7月20日時点の最新情報です。まずは京都、祇園甲部、7月24日月曜日10時から、祇園祭り花笠巡行、あと奉納舞、会場が八坂神社になります。奉納舞は例年12時前後から予定されています。こちらですね、イベント載ってまして、奉納舞がですね、八坂神社到着後12時頃から舞踊等の奉納を行いますなってます。次、8月26日土曜日、全2回、13時と18時です。第13回東西踊り、東京の新橋さんと合同のイベントになります。会場が帝国ホテル東京です。こちらですね、ご案内載ってまして、予約も開始されてます。イベントの内容詳細こちらに記載されています。次、定期公演、毎日18時と19時2回公演です。祇園コーナー、会場が祇園甲部かぶれん城小劇場になります。こちらのホームページの公演案内チケットからチケットを購入する、会員登録せず予約購入へ、こちらからチケットの予約できるようになってます。次、上市県、7月1日土曜日から9月5日火曜日まで、時間は17時半から22時までです。上市県ビアガーデン、会場が上市県かぶれん城になります。こちらのビアガーデンのホームページの下の方に、こちらですね、オンライン予約ができるようになってます。次、宮川町、9月29日金曜日、全2回、12時と18時、あと撮影会が15時半からになっております。よさむの里、金秋の宴、会場が雅叙園、こちら名古屋の料亭さんになります。こちらですね、雅叙園さんのホームページにご案内載ってまして、昼の部と夜の部ですね。あと、宮川町芸舞妓さんによる撮影会というのがご案内載ってます。あと、夜の部はですね、名古屋の名義連の方々とのコラボレーションイベント、ということになってます。次、東京、浅草、8月19日土曜日、あと9月16日土曜日、16時からです。浅草花街、ビア座敷、会場が浅草鍵盤、あと浅草ビューホテルアネックスロックになります。8月19日のイベントは、浅草ビューホテルアネックスロックでの開催です。あと、9月16日のイベントは、会場が浅草鍵盤になります。次、10月6日金曜日と7日土曜日、全2回、13時と16時です。浅草踊り小公演、会場が台東区障害学習センターミレニアムホールです。こちらご案内載ってます。チケットもですね、もう発売開始されてるとのことです。次、定期公演です。毎週金曜日21時からです。浅草芸者の踊り、会場が浅草ビューホテルアネックスロックです。こちらの浅草ビューホテルアネックスロックのホームページに、こちらですね、イベントスケジュールとしてご案内が載ってます。次、新橋、8月26日土曜日、全2回、13時と18時です。第13回東西踊り、先ほど京都の時にですね、ご案内しましたけれども、京都の祇園甲部さんと合同のイベントになります。会場が帝国ホテル東京です。こちらですね、詳細載ってます。予約も開始されてます。イベントの詳細こちらに掲載されてます。次、八王子、7月22日土曜日、13時45分と15時からです。八王子駅祭り、会場が八王子駅と、八王子駅と隣接しているセレオ八王子の北間9階です。こちら JR のホームページに PDF ファイルで置かれてたんですけれども、八王子駅祭り、駅から紡ぐ相当物語を開催しますとご案内載ってまして、こちらの中にですね、八王子芸妓衆による演舞披露というご案内載っております。1回目が八王子駅の緑の窓口前、こちらが13時45分からです。2回目、セレオ八王子北間9階セレオガーデンで15時から開催というのをご案内載ってます。次、7月25日火曜日、8月22日火曜日、12時からです。芸者テラス、お昼に八王子芸者、会場がソートテラスです。ソートテラスのホームページにご案内載ってまして、
ちらですね、お昼に八王子芸者お昼の部、こちらにご案内載ってます。次、7月25日火曜日、8月22日火曜日、こちら先ほどと日程は同じなんですが、お時間が18時半からになります。芸者テラス、今宵は八王子芸者、会場が外テラスです。こちらにですね、先ほどのお昼のイベント情報のご案内の下の方に夜の部のご案内載ってます。続いて8月4日金曜日から6日日曜日、出演日時がですね未定になってるんですが、八王子祭りにご出演予定とのことです。詳細分かり次第またこちらでもご案内いたします。次、赤坂、8月22日金曜日祝日ですね、17時半から芸者と納涼館線、会場が船宿駒形さんです。こちらですね、チケット予約のご案内載ってまして、詳細こちらですね、船に乗りますので、この船宿駒形さんまでいて、そこで乗船してというイベントになっております。次、9月9日17時半からです。こちらですね、出演者の方未定なんですけれども、芸者と納涼館線、会場が船宿駒形さんです。こちらもですね、このようにご案内載ってまして、出演される芸者さんがどちらの方かまだ未定のようですけれども、スケジュールはですね、先ほどのと同じような形になってます。次、神楽坂、10月14日土曜日、全2回12時半と15時半です。水北海、会場が四谷区民ホールです。こちらですね、詳細ご案内こちらに載ってます。次、関東、箱根、8月5日土曜日、9月2日土曜日、全2回、20時と21時、ナイトフラット芸者、会場が箱根湯本鍵盤1階ホールになります。こちらですね、ご案内載ってまして、7月、8月、9月の第1、第3土曜日にイベントが開催されます。イベントの内容はこちらですね、うちお座敷遊びとトーク、あと写真や撮影などがあります。開催日ですね、こちら詳細、お時間も載っております。次、横浜、8月16日水曜日、10時半から15時40分です。関東大震災復興100年の物語、会場が三景園各小閣になります。こちらですね、ご案内出てるんですけれども、10時半から15時40分の間に何度かに分けて出演いたしますとご案内載ってます。何度ご出演されるかちょっと詳細わからないので、現地行かれてからですね、ご確認いただければと思います。次、北海道東北、東山稽古、7月22日土曜日、全2回19時半です。第8回東山稽古キャラバン、会場がはしご酒三角店舗です。会津若松市のレストランとか飲み屋さんにご出演される形になっています。こちらですね、普段なかなか見ることができない東山稽古が市内の飲食店を訪れ、皆様へご挨拶しますというイベントになっています。7月22日土曜日ですね、こちらに開催店舗を詳細掲載されています。次、札幌、8月4日金曜日、時間未定です。すすきの祭りにご出演予定になっています。会場がすすきの歩行者天国内です。こちらですね、ちょっとちっちゃいんですけれども、ご出演予定になっています。4日金曜日です。次、8月5日土曜日、全2回12時と17時札幌七夕会、会場が札幌川陣本店です。こちら詳細ご案内載ってます。昼の部と夜の部ですね。次、盛岡、9月30日土曜日12時からです。お座敷体験講座、会場が料亭木の字になります。こちらにご案内載ってまして、第3回のイベントです。詳細こちらに掲載されてます。次、古町芸妓、9月22日金曜日18時半から新潟踊り前夜祭、会場が日本料理いきなり屋さんになります。こちらですね、新潟踊りのご案内が載っている下の方にですね、これですね、古町新潟踊り前夜祭、こちらに詳細掲載されてます。次、9月23日土曜日祝日、全2回12時と15時半です。第35回古町新潟踊り、会場がリュートピアです。こちらですね、リュートピアのホームページに詳細掲載されてます。開催日時こちらに掲載されています。チケットの予約もこちらからできるようになっています。
次、坂田舞子定期公演です。全2回ランチがついている演舞が12時から、演舞のみのが14時からです。会場が相馬楼になります。こちらですね、休業日のお知らせが載ってますので、それ以外の日に開催ということになります。こちらがですね、ランチ付きの詳細ご案内と、こちら演舞のみの詳細ご案内、それぞれ載ってます。ご予約もこちらからできるようになってます。次、秋田舞子定期公演、毎週土曜日12時と15時です。松下秋田舞子劇場、会場が秋田文化産業施設松下です。こちらですね、秋田舞子さんのホームページにですね、お昼の部、昼下がりの部でそれぞれご案内掲載されています。次、中部名古屋です。7月25日火曜日18時から夏の名義会、会場がルーマニア料理のお店になります。こちらですね、詳細掲載されています。次、8月7日月曜日18時半から料亭でお座敷遊び、会場が料亭雅叙園です。こちらですね、料亭でお座敷遊び、詳細こちらに掲載されています。次、8月20日日曜日15時から直太郎と免疫連の宴、会場が名古屋能楽堂です。こちらですね、詳細ご案内載っています。次、8月25日金曜日17時半と19時半メイギレンと楽しむ夏のビアガーデン、会場が名古屋になります。こちらですね、時間1部が17時半、2部が19時半でご案内載っています。それぞれですね、こちらからご予約できるようになっているんですが、1部と2部でそれぞれ予約ページが違いますので、間違えないようにお気付けください。次、9月29日金曜日、夜の部のみ出演になります。18時からです。よさむの里金秋の宴、会場が雅叙園になります。先ほど京都の宮川町さんの時にご案内したイベントになります。こちらですね、雅叙園さんのホームページにご案内載ってまして、宮川町さんは昼と夜と撮影会があるんですが、名古屋のメギレンさんは夜の部のみですね、コラボレーションという形でご出演予定になっています。次、10月21日土曜日、22日日曜日、全2回、11時と17時です。名古屋踊りネオ歌舞伎もの全国芸妓博覧会、会場が名古屋市公会堂です。こちらホームページはありまして、かなり大きなイベントになっています。すでにチケット販売開始されているようです。次、金沢芸妓、7月1日土曜日から8月19日土曜日まで、金沢芸妓夏のお稽古風景特別体験会、会場が各鍵盤の事務所になります。こちらですね、7月8月限定のイベントですよとご案内載っています。開催日がですね、このようになってまして、いずれも土曜日です。開催場所はですね、その日によってこちらになりますという形のご案内になっております。次、9月15日金曜日から9月18日月曜祝日まで、全2回、13時と16時、金沢踊り、会場が石川県立音楽堂邦楽ホールです。こちらですね、詳細掲載されてます。あとですね、同じ開催期間にですね、お茶席もあるようです。こちらご案内載ってます。次、熱海芸妓定期公演です。毎週土日11時からです。花の舞、会場熱海芸妓鍵盤かぶれん場です。こちらご案内載ってまして、毎週土日1日1回公演、約40分ですよとご案内になってます。次、下呂温泉定期公演です。7月毎週土日開催です。芸妓さんの舞、会場が下呂温泉合唱村の白鷺座です。こちらですね、詳細なスケジュール載ってます。次、関西有馬芸妓、7月30日日曜日から8月20日日曜日まで、18時半から22時です。有馬涼風ビアガーデン、会場が有馬川浸水広場です。こちら有馬温泉のホームページに掲載されています。こちらですね、イベントステージ毎日開催で、有馬芸妓さんがご出演されるとご案内載ってます。次、7月17日月曜日から3月22日日曜日まで、11時から13時半、有馬芸妓文化講演会、会場が有馬鍵盤1階カフェになります。こちら、有馬芸妓さんのホームページに掲載されてまして、講演期間がですね、かなり長く取られています。講演日がこちら、詳細ご案内載ってます。
次、大阪南地、8月5日土曜日19時から、ことの音1周年イベント、会場がバーことの音になります。こちらですね、芸者さんの出演ではなくてですね、芸者さんお見習いさんのしずるさんメインのイベントです。こちらですね、イベントの詳細掲載されています。次、奈良、7月28日金曜日18時から第3回遊ぶ大人の作法塾、会場が式亭です。こちらですね、イベント詳細掲載されてます。次、四国松山、8月12日土曜日19時から松山城お城の舞光のおもてなし、会場が松山山頂本丸広場です。こちらですね、詳細掲載されてまして、松山城がある山の上ですね、頂上のところに広場があるんですけども、そちらでイベント開催されることになってるようです。次、道後温泉、10月9日月曜祝日18時から湯の国講演会の歌お披露目、会場が大和屋本店の舞台です。こちらですね、詳細ご案内載っております。次、九州博多、7月29日土曜日13時から8月10日土曜日16時から博多芸妓公演、7月8月公演、会場が博多伝統芸能会になります。こちらですね、10月公演までも予定が載ってるんですけれども、こちら7月29日と8月10日ですね、こちらからご予約できるようになっています。次、7月21日木曜日、24日月曜日、26日水曜日、27日木曜日、28日金曜日、芸妓さんと博多の伝統文化、食文化体験、会場が割烹川田になります。こちらですね、お店のホームページからこちらのご予約のページに行くことができるようになっています。ご予約したい日を選んで予約ができるようになっています。次、嬉野温泉、定期公演です。毎週水曜日、あと毎月第4週末、憩い座の日、四季の舞、会場が憩い座になります。こちらのホームページのですね、下の方に定期公演のご案内載ってまして、こちらですね、定期イベント内容のご紹介、四季の舞、毎週第4週末に開催、こちら詳細載っています。あと憩い座の日、毎週水曜日ですね、こちら無料でお稽古見学ができますよというイベントになっています。続いては舞妓さん、芸者さんのニュースやトピックをご紹介します。7月17日のニュースです。戸倉神山田温泉、温泉街の夏祭りで踊り披露、反転攻勢のきっかけに、温泉街の夏祭りで芸者の皆様が踊りを披露されましたよというニュースになっています。次、7月18日のニュースです。安城芸妓、芸妓さんらが華やかに舞披露、安城の公演団体が総会。安城芸妓さんたちの文化をですね、支える恵比寿会の総会が開催されたんですけれども、そちらのですね、ニュースが掲載されています。次、7月18日のニュースです。熱海、母に憧れ熱海芸妓に、早くお客様の前で歌いたい、6年ぶり新人。こちらですね、ももかさんという新人さんが今稽古に励んでいますよというニュースになっています。まだお披露目の時期はですね、決まってないようですけれども、今週のニュースは以上です。連日猛暑の中ですね、各地のお祭りも本格的に行われるシーズンに入ってきましたね。お体に気をつけながら、いろいろとお祭りとかイベントを参加されてはいかがかなと思います。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。